警察や消防に入った連絡によりますと、21日正午前、北海道室蘭市中町にある日本製鉄北日本製鉄所の工場で、従業員とみられる男性2人が倒れているのが見つかりました。2人は救助されて病院に運ばれましたが、いずれも意識不明の重体だということです。2人とも工場内のタンクの中で倒れていたということで、警察と消防が当時の状況を確認するとともに、関係者から話を聞くなどして詳しい原因を調べています。続きを読む。